はなーい。2018年4月6日。学校に高みのような生徒。3年生のヤンキーどもをたった一人で蹴散らした1年生。もちろん中学生。小学校の時に50メートルを5秒台だったやつがいたな。うちの父 5.7 秒だったらしい。ちゃんと小学校の記録に残ってる。国語の授業で配られた紙を食ったやつ。吹きまくった。俺の友達が紙食ってチョコバナナの味がするとか言ってた。マジレスだけど紙とかは食えないよ。人間の体では分解できない。校長が、春は別れの季節でもあり、出会いの季節でもあります。と言った時の俺の後ろのやつ。だから昨日校長は出会い系やってたのか、と割と大きめの声で言った時、一生ついていこうと思った。まあまあいい校長じゃん。なんで校長が出会い系やってるの知ってるの？まさかそいつも。あ。怖い先生。なんで私が怒ってるかわかりますか？紙。カルシウムが足りないからです。カルシウムはセンスあるわ。生徒とか先生がなんかやらかしたり失敗するとおもむろにリコーダー取り出して、マリオのゲームオーバー音とか、やらかした時の音とか、とりあえず授業中に擬音吹くやつならいた。想像したらシュールすぎて笑った。それを許してくれる先生ゆるいな。中学2年くらいの時先生のパソコンハッキングして自分の成績オール5にしたやつならいた。もちろん見つかった。そいつ尊敬するわ。その能力欲しいわ。紙じゃないけど先生との会話で、先生、何々してください。そいつ、え？って何ですか？ちょいおこ、あいうえお、の、え、マジ増えた。先生にへの意味教えてあげる紙のような生徒やん。小学生なら笑って許せるけど中学生以降だったらただのイキリ野郎じゃねえか。しかし先生に向かってそれができる奴は本物感ある。みんなで恋愛話してる時に横ステップ踏みながら俺は自分自身を愛しているって叫んでた奴がいた。楽しそうコナミくん。横ステップ踏んでんのかわいい。そいつ人生楽しそう。俺の友達になってくれた奴。全米が泣いた。優しい世界。神超えてるね。俺、友達。気にするな。家じゃスマブラばっかしてんのにしかもうまい。成績はいつもトップクラス。そいつにも唯一できないという教科があって教科書をペラペラめくってその教科1位。その上にマジでイケメン。低身長とコミュ障体女覗けば神だった。俺の話をするのやめてくんね。俺もそんなタイプの人間だな。実は勉強してるとか言われるの腹立つのと、シンプルに妬まれるのが悩み。これ俺だわ。喧嘩も強くて、最近クラスのサッカー部のドキュン3人と喧嘩になってボッコボコにしてやったわ。そうしたらなんか女子が俺くんかっこいいとかなって、最近のあだ名なんてキリトだぜ。成績も学年1位は余裕だし、俺最強すぎな。うわぁ。イキリト兄貴っ子。給食のデザートを兄弟というと必ずくれる子。後にみんなで協定を組んでその子に悪いからその子からはもらわんようにしようと決定。お前らもどが過ぎずに協定組んで欲を抑えたのも優しい。超イケメンで陽キャだが陰キャともめっちゃ優しく接する。おすすめのアニメ紹介したら見て感想言ってくれる。ただのいいやつ。アニメ紹介したら見てくれるやつに悪いやつはいないね。卒業式の国家斉唱ですでに号泣してた男子。しかも野々村議員並みに。男子、私は、この学校を、卒業、したく、ないです。全校長会の時に校長先生の長話の中、おせちんこっていきなり叫んでるやついたな。いや、普通におる。そんなの普通にいちゃダメだよ。下駄箱にカエルの楽園作ってるやつならいた。カエルにとっては神。なんかかわいい。テスト2日前に職員室に忍び込んで答案用紙盗む。持って帰って家でクラス人数分コピー。次の日持ってきてみんなに配る。次の日のテストの平均点がこのクラスだけ全教科90後半。バレてないなら紙にも程があるぞ。クラスに1台欲しいっすね。これバレたら説教じゃ済まないレベル。めちゃくそ頭良くて脳弁で490以上は当たり前。スポーツもできるやつがいる。唯一の欠点は、ドブス。通知表彰中すべてオールを。生徒会長、90点以上しか取ったことがない。兄オタがいました。夏休みの宿題一切やってないのに、全部提出したと言い張って最後まで曲げなかったやつ。それ紙やなくてゴミだぞ。高校時代いじめられっ子の俺が一人ぼっちの時気を使って話しかけてくれたり、いじめられてる時助けてくれたバスケ部のキャプテン。勉強はできなかったが今でも俺の中のヒーローだ。
極度のパンチラマニアで特に台風の時とか暴風警報出ててもパンチラのためだけに外出してたやつ。高校3年間で見た生パンチラの数は美少女限定で言えば、23枚らしい。俺なんだけどな。放課後気に入った女子のリコーダー舐めて回ったやつ。お前、いくら積んだら黙っててくれる？陰キャの俺に話しかけた女子がいた。罰ゲームかもしれんけど嬉しかったから別にいい。どんなことをしても笑顔で許されるやつがいたな。女子の着替え覗いても学校の窓割っても。私、朝飯食い忘れた。やべえ授業中腹なる。授業中。後ろに好きな人がいるというのに。隣のやつ。ああ、腹減った。クソデカボイス。神。何それイケメンすぎ。一瞬でラブコメ。そいつ好きになれよ、コナミカン。何でも食べるやつならいたな。雑草、スイカの皮、変な実はもちろん、落ちてるガムまで食ってた。もちろんすでに噛まれたやつ。どっちかというと神ではろた。先生や生徒に半ば呆れられバカにされつつも、体育祭の7ヶ月前から1日1回、体育祭は中止になあれと教室で叫び続け、結局体育祭当日から予備日も含めて4日間雨を降らせた少年 F。クラスが別の双子が1日入れ替わって授業受けてた。誰も気づかなかった。双子なら一度はやったことある説。俺が行動でおならぶっこいた時、隣にいた奴が俺がやりましたって言ってくれて嬉しかったな。学校全体でピクニックに行った時、全裸で川に飛び込んだ奴がいた。あと一人休めば学級閉鎖というところで早退した奴。名字が比喩ならいた。喋ったとこ見たことないぐらいおとなしかった。通信ボール1だった奴。数学の教科書の問題ミスを見つけてきた奴。そんな教科書ってミスあるの？見たことないわ。計算ドリルならあるな。日本史世界史の教科書ミス多いよ。階段を一段一段降りるのではなく、両足で滑るように降りる奴がいた。速度が尋常じゃない。立ったままだったりしゃがんだり、いろいろ工夫してた。鬼村って奴がいた。名前だけかと思ったらマジで鬼の面してた。多分昔の役人が顔だけ見て速攻つけたんだろう。その遺伝子が脈々と受け継がれていた。学校の廊下を端から端まで脱出しながら窓ガラス全部叩き割ったやついた。中1の時ち、こだして廊下失踪してるやつがいた。今では親友です。成績が超がつくほど優秀で運動能力も学年トップでテニスで全国行ったイケメンがいた。しかもゲームとか好きで話も面白い。完璧すぎる。サッカー以上に上手いやつがいた。リフティング計測の時1分間に何百回。日本選抜チームに選ばれるぐらいだから当然といえば当然だけどね。中学の時超絶頭良くて学年トップイケメン、バスケ部の花形で今東大に行ってるやつがいたんだが、なんかとてつもないくらい変人でランプの蓋を頭に乗せて走り回ったりしてた。優秀なのにおちゃらけが過ぎるからよく先生に注意されてたな。授業中に4人でモンハンやってるやつらがいた。そのうちの1人が熱中しすぎて先生にバレる。その時1人だけ名前が実名のやつがいてそいつもバレる。学校の昼休みに学校抜け出してエロゲ会に行くやつ。帰ってきて授業で教科書読む時にエロゲの説明書を熟読して先生に注意されたら、僕にはこれが教科書ですって言ってた。中学3年間学ラン着てた女子がいた。校則に学生服でって書いてあるの見て、別にセーラーじゃなくてよくね。って理由らしい。その後、高校入試で満点取って県トップの高校行った。俺がうんこ漏らした時かばってくれた、リーダー的存在で皆からも人気があったやつ。授業中ずっと株やってるやつがいた。そいつ見てるとバイトするのがバカらしくなった。オレンジのトランクス履いてた俺に向かって、派手なパンツだな。没収するぞ。って言ってきたガチホモ教師がいた。中学ん時、ムーンウォークで廊下を移動してたやついたな、そういえば。遊戯王のデュエルディスクつけてて先生に外せって言われたら、こいつは俺の腕の一部なんだよ、邪魔なら俺の腕ごと外してみやがれって言って親呼ばれてるやつはいた。それ以来そいつのあだ名はボンコツ。台風の時に外で走り幅飛びした先輩、10メートルくらい吹っ飛んだ。すげえ。4階から落ちてきて普通のテンションで痛いって言った柔道部がいた。俺の2メートルくらい前に落下してきて、未だにその映像が夢に出る。小学校の生徒会演説で消費税を廃止しますって言ったやついた。もちろん落ちた。1年間で同クラスの男子全員と付き合った女子がいる。何またとかじゃなくて。野球がめちゃくちゃ上手くてイケメンで頭が良くて高身長で顔が小さくて性格良くてコミュ力が高くて名字が大谷のやつならいた。
最速165キロ投げそう。学校に灯油撒いて放火してたやつならいた。前日にいじめられてる子が学校なんてなくていいよって号泣したのを見たのがきっかけらしい。当然捕まった。教室に飾ろうと友人が持ってきた植物をなぜか自分のケツに突っ込んだやつがいた。動機は不明。副担任、俺がバカすぎて授業ついていけてないのを察したのか、授業中ずっと横でわかりやすく説明してくれた。クラスの人数が奇数でいつも一人の俺と組んでくれた。夏休み中 A に来て勉強を教えてくれた。趣味があってよく遊んだ。今でも会って遊んでる。Q? ただの神かよ。今回は学校にいた神のような生徒スレを紹介したよ。ご視聴ありがとうございました。